2018年ピョンチャンオリンピックのカーリング競技は2018年2月8日から25日まで高齢カーリングセンターで開催され男子、女子、ミックスダブルスの3種目が実施された。世界カーリング連盟が管轄する6回目のオリンピックのカーリング競技である。ミックスダブルスの実施は2015年6月の IOC 理事会において 追加種目として採用された。競技は4人制の男女は10カ国、ミックスダブルスは8カ国が参加して行う。2016年と2017年の世界選手権の順位をポイントに換算し、開催国の韓国を除く上位7カ国がオリンピック出場権を獲得する。4人制の男女カーリングは残りの2カ国を世界最終予選で決定する。 ミックスダブルスは8カ国で争われるため、世界最終予選は行われない。イギリスは世界選手権にはスコットランド、イングランド、ウェールズとして分かれて出場しているため、スコットランドのポイントをイギリス代表のものとする。残り2カ国を決定する世界最終予選へは、ポイントによって出場権を獲得できなかった国の中で、 2014年から2017年までの世界選手権のいずれかに出場したことがある国、地域とパシフィックアジアカーリング選手権で3位となったことがある国、地域が参加資格を有する。なお、ロシアはドーピング問題によりピョンチャンオリンピックへの参加を除外されたため、選手は個人資格として出場した。男子フトスキップ女子。 フトジスキップミックスダブルス予選ラウンドロビン対、ブレイク準決勝3位決定戦、決勝最終順位予選ラウンドロビン、準決勝日本対韓国、決着の瞬間3位決定戦、決勝最終順位予選ラウンドロビン対ブレイク、準決勝3位決定戦決勝最終順位。ありがとうございます。